渡辺角行です。で、自分の統合は角山です。はい、でもう、この焼き物の業界に入って、自分の父親この角山陶園の3代目の父親からある程度は教えてもらい、あとはまあ自分の同じ盆栽鉢を作っている先生にも教えていただきました。作る時にどうしてもその品物は乾いていく時にどうしても形が少しずつその変形もするんです。で、焼き上がる時の変形するものもイメージしながら、ちょっと R をちょっと丸い R でもちょっとこう収縮する時の角度が形によって少しずつ変わるんですね。その辺も頭の中で計算しながらものを作ります。でもなかなか自分で頭の中で考えた通りにはなることは難しいです。それをその何日乾燥させるか、そういうことは品物の大きさによってもかなり1週間で乾くものもあれば2週間ぐらいしないと乾かないもの、まあそれは大きいもの小さいものによってだいぶ違いますけど。温度はこう順番にゆっくりとこう上げていって、だいたい1200度になるまでに32時間ぐらいをかけて1200度ぐらいまで上げています。何度違うかそう言われてもそれは正確には言うことはちょっと難しいんですけど、天気のいい日の場合と雨が降っている場合では微妙に変わってきます。基本的に一番下から物を積んで上に順番にこう釜の大きさに合わせて高さをギリギリのところまで積んでいくんですね。炎はやっぱり上の方に上がっていくと、まあ一番炎のこの一番上の部分が一番高温ですから、どうしても
釜の入れ方は毎回違うんです。はい、大きいものを焼く場合と小さい時の場合では釜詰めもだいぶね変わってきます。ケースバイケースでやっぱりその辺はやっているんです。